今や押しも押されもせぬ国民食となったラーメン。日本全国あまたの店がしのぎを削り、一つの丼の中に繰り広げるラーメンという芸術。そんなラーメンをこよなく愛するあなたにお送りする超ラーメン情報プログラム、ラーメンウォーカーテレビ2。今回ご紹介するのはラーメンウォーカーグランプリ2012で見事銅賞に輝いた吉祥寺の名店、ラーメンひふみなゆた。そば粉を練り込んだ独特なラーメン。そんなひふみそばを味わえる店として80年代半ばよりひふみの名で営業していましたが、2代目店主の腰痛が悪化したため惜しまれつつも閉店。しかし弟子の小林健太郎さんが3代目となり、名店ののれんを守りました。代替わりをするにあたり、あえて先代の味ひふみそばではなく新たな味で勝負することを決意。3代目独自のエッセンスを織り交ぜた一杯、魚沼三元豚醤油ラーメンが誕生しました。3代目小林店主の強い気持ちが込められた味わい深き一杯、さあ存分にご堪能ください。お待たせいたしました。ありがとうございます。来たね。綺麗な見た目ですよね。ビューティフォーですね。シンプルですね。シンプルイズベスト。もう麺がね、はい、早くしないと繊細な麺なので、はい、じゃあいただきます。あー、いい香り。あー、R かかってますね。あー、うなる感じですか。浮きますね。浮きますか。浮きますね。最初の時はそんなにこう、なんて言うんでしょうね、なんか強くないと思うんですけど、そうですね、逆に言うとそれがこう回り込んでくるっていうか、じわーっとこうボディーブローのように効いてくる。飲んでいくうちにだんだんと舌に馴染んでいって、そうそうそう、優しい深みが分かっていくというか、あとこの麺ですよね、このスルリと入ってくる麺ですよね、小気味良い長さですよね。本当に、あとすすり心地がすごいんですよね。いいですね。助かる。助かるわ。素晴らしい。あえて突っ込んでいいですか。何がですか。いや、なんかこう、あの本当になんか足りないものをこうもらってる感じがこういろいろ。体にひしひしと補ってくれる。そう、補われてる感じ。なんか本当にあの引き算というか、店主の小林さんがお店を引き継ぐときにもうどんどん材料を減らしていったみたいな。あー、なるほどね。今はもう三元豚の豚をベースにして、あと豊後鶏と煮干しを日によって配合を変えて、で醤油も常に鍛錬されてブレンドされて、しかもあのもう創始からもう無課長ですからね、体にも優しい。最初は衝撃的でしたね、やっぱりそういった意味では。そうですか。課長の走りでしたもんね。なんだろうなって、そのまあ要がこういろいろ濃いものだったりダブルスープとか前世の頃に、ここまでやっぱりなんかキリッとしてるっていうのが、でそれで説得されるっていうのがすごいなっていう。いや本当にシンプルで、朝でもいいし夜締めでも食べたい。がオールマイティですね。ですね。のシンプルな、でもシンプルなんですけど全然飽きがないっていうか。そうなんですよね。だから多分天さんは素材というものを熟知しているんでしょうね。素材マスター。素材マスターじゃないとこんなに美味しいラーメンは作れないですよね。まさに素材の騎士ですね。素材の騎士です。素材の騎士。素材のナイトですか。素材の。私が言うと重ねちゃいましたね今。私が言うとコメディーになっちゃうとダメですね。いや私も全然あのそっち側ではあるんです、ね。発想としてはそっち側だった。お味の方はいかがだったでしょうか。本当に美味しかったですね。心にきますね。昨年10月にひふみさんが閉店されて11月7日にオープンされたと思うんですけど、はい、いつ頃あれですか、お店じゃあ任せるよっていう話があったんですか。本当に突然ですよね。腰の悪化っていうのは突然なので、我々なんかあの本当にねフリークの方たちもね突然でみんな驚いてましたけど、私が一番驚いてました。そうですよね。小林さんにも驚かれた。立てなくなっちゃったと思って、どうしようどうしようみたいな。まあでもね、なんか非常にストイックだなとは思ってたので、何かねその体調的なものでね今回リタイアなさったこと形になるんでしょうけども、でもなんかそれにねこう飛び込んでいくその勇気っていうのもすごいなとは私は思いますけどね。そうですよね。しかもあの定評のあったひふみそばをあえて
やめて、はい、あのそれを出さないっていうどうですか、その勇気というか、まあ、勇気どちらかというと、まあ、逃げにも近くてですね正直なやっぱりあの、まあ、同じ味を正直出せる自信はあったんです、はい、あったんですけども、代替わりしたら絶対に味が落ちたって言われるというのは分かってたんですよ。なるほどね。同じものを出してもダメだって。いやでも本当にあの蕎麦のね入ったあの独特の香りというか、あの蕎麦もどっかでやっぱ食べたい自分っていうのをちょっとなんかこうね、そうですか、思い出したり、思い出したりそうなのもあるわけですよ。そうですか。実はですね、あのまだプロトタイプではあるんですけど、おプロトタイプ、やっぱりあの店を継いだ時からいつかはやりたいと、もう一度やりたいという思いはありましたので、今ちょっと試作品がありますので、もしよければ食べていただいて。そばきたー、そばきましたね。その名もなんていう、なゆたそば。満を持してなゆたの名前を。いやちょっと来てますよ今、鳥肌、鳥肌もんですね。来てますよ今。なんとこの番組のために初公開、仙台の味をさらに昇華させたなゆたそばとは一体どんなラーメンなんでしょう。あーもう気になる気になる。流行る気持ちを抑えつつ、こちらも気になるこのコーナー、今日は何を作るんですか坂田さん。